エンナケチームメイト石黒翔也とジエゴはカルペディウムのミタードインストラクターですね、はい、さあそしてもうすぐさま引き込んでる重くかった、そして三角、さあ三角形入って腕を決めて一本、なんと皆さんこんにちは、カルペディウム見たジエゴエンリケです。今回 RJJ 主催の厳選黒帯セミナーに参加することになりました。セミナー内容はデラヒーバ経由からのアタックサブミッションです。デラヒーバをうまくできるメリットとしては、相手との距離をうまくコントロールでき、いろんなガードにバリエーションを作り、攻撃の幅がすごく広がることです。ディティールもすごい細かく、抑える箇所がすごいあるので、当日は詳しく分かりやすく説明します。では一つデラヒバガードからのサブミッションを一つ見せていきますので、ぜひ見てください。じゃあ今からデラヒバからのサブミッションを一つ見せていきます。でまずデラヒバですね、こうフック入れるときにしっかりつま先をまず伸ばすっていうことが重要になってきます。ただ単にデラヒバを置くと足伸ばされただけですぐに取られてしまうので、指先を強く上に立ててください。あとはかかとを持ってると蹴られたらすぐグリップを取られてしまうので、このズボンを掴むグリップですね、かかとを掴むだけじゃなくてズボンをグリップしてください。で右手でまずは相手のグリップを外します。そしたら自分の襟の方に持ってきてしまうと襟を持たれてしまうので、膝裏です、だいたい膝に持ってきて1襟に変えます。ここで相手の手を相手の膝裏に押すイメージですね。こう入れた瞬間に反対の足をマットにつけて倒そうとします。でここでほとんどの足は行くんですけど、やっぱベース強い人は行かないですね。その時に一気に両足を伸ばして三角の展開に持っていきます。ここまで来たら慌てずに両手で袖を持って反対の方にまず流して右手で持ち続けますね。で反対の手ですねを持つんですけど、ここでミスするのはこう外から持つ、外から持ってしまうと左手が、ごめんなさい、左足が開かないので、必ず内側からすねを持ってしっかりエビをしてタイトに膝を締めて、あとは両膝を締めるだけです。そうすると三角が決まります。オス、本日いろんなサブミッションやスイープがあるので楽しみにしていてください。ガードを強くうまく使えるようにしていきましょう。では皆さんお待ちしてます。おっす。